けどね。知ってますか、ブドウの濃いやつ、アイスボックスの。ちょっとさ、なんだろう、マーブルチョコみたいな楕円、ん？え、円柱状の容器に入ってるやつ、濃い濃いアイスボックス、ブドウ、あれはめちゃくちゃうまいぞ。しかも氷の食感がアイスボックスよりも優しいんだよね。なんだろう、全然力入れなくてもシャクッと噛み切れる。多分果汁が濃い分氷になりきってないと言いますか。あれ美味しいよな。アイスボックスって意外と硬いじゃん、ガリッといくじゃん。でも濃いアイスボックスはシャクッといく。そう、それ、あれうましよ。しかもなんならあれカロリー味濃い割に低くて30キロカロリーとかだから、もう夏カロリーに悩む皆さんどうぞ食べ放題よ。食べ放題、食べ放題。濃いグレープ味嫌いなんじゃないっけ。それは温泉地である、あの棒アイスのグレープを買うやつが嫌いなわけで、グレープアイス自体に罪はない。温泉であのグレープ味の棒アイス買ってるやつに恨みを持ってるだけ、そいつが嫌いなだけで、アイス自体はもう汚りなき、アイス自体はいいと思う。温泉地でそれ買うやつが合わないだけ、あもうこいつ話合わんなってなるだけ。なんで痩せてるのにカロリー詳しいの。多分痩せてるやつの方がカロリー詳しいよ。いくら一日に取らなきゃいけないかで逆算するから、痩せてれば。てかそうじゃない。一日の必要カロリーを取るために恨みない、やっぱり。逆算しなきゃいけない、こっちは。1500キロカロリーに到達するために選んでるから、こちらは。純粋になんでそんな嫌悪してんの？いや、昔さ、会社員時代にさ、ホテルに泊まった時、旅館に泊まった時に、ま、嫌な人の思い出があって、その人がアイスのグレープ味買ってたから、もう紐づいちゃったのよ、僕の中で。あかんなと。エピソードが紐づいちゃったわけ。まあ、それもなんで、まあいろいろその人とのエピソードなんだけど、その旅館で何やられたかっていうと、対面式でさ、部屋で食べるじゃん。旅館とかってさ、部屋に部屋食でお膳持ってきて、まあ対面式で食べるじゃん。地面に置いてさ、昔の武士みたいな感じで。その時に、僕がすげえ楽しみにしてた、ホタテとウニの、固形燃料を使って、小さな小鍋仕立てで来るやつあるじゃん、よく。あれに、なんか、すんごい対面で喋ってたそいつが、ハッスルしまくって、口の中で噛んでた咀嚼中の、なんだったかな、ニコゴリみたいなやつを、その鍋の中に飛ばしたから、大嫌い。生も食えるかい！オリオってニコゴリかよ！もう絶対食わねえ、そんなの。もうそれでダメだったな、僕。そいつがなんか、グレープアイス食ってたから、もうダメ。まあ、S さんっていう先輩なんだけどね。名前はさすがに出さないよ。まだ、働いてるだろうから。絶対名前は出さない。名前は出さないけど、ダメ。その先輩は尊敬できない。僕楽しみにしてたのによ。おい、名前を出すな。やめるんだ。やめるんだ。SK の名前出すな。いつか当たるからやめるんだ。食べ物の恨みは怖いよな。怖いわ。怖い怖い。やめるんだ。ニアミスしそうだからやめるんだ。うっかり反応しちゃいそう。あっとか言って。まあ、エピソードで食事嫌いになったら、もう、だいぶ、挽回できないな。まあ、もう、それでニコゴリも嫌いだしな、僕。そっから割と。別に食べられるけどさ、ニコゴリを見るたびに思い出しそう。ね。